ヤギタカユキ。狭山市議会議員。プロレスのファイトスタイルはハードヒット系に例えられる。埼玉県鞘山市出身。埼玉栄高等学校で柔道に打ち込んだ後、1997年に格闘探偵団バトラーツの練習生となった。1998年2月7日にマッハ12戦でデビュー。その後、フリーランスを経て2002年9月16日。 高楽園、ホール大会から全日本プロレスに入団。ジュニア選手として活動する。2004年10月11日、高楽園、ホール大会で、自ら欠場を宣言して、肉体改造に着手。2004年、世界ジュニアヘビー級王座を狙うマスクマン、都市像王として復帰。盛んに、 世界ジュニア挑戦を訴え、2005年6月3日、後楽園、ホール大会で、高道の国挑戦。敗れるも、高から健闘を称えられ、マスクを脱いだ。2005年9月1日、肘方高として、アジアタック王座に挑戦するが失敗。以後は、世界ジュニアに照進を絞り、ジュニアヘビー級リーグ戦などにも、積極的に参加していた。2006年10月に結婚。 試合終了後、対戦相手マザダに、肘方隆結婚おめでとう。と結婚したことを暴露される。2007年3月、世界ジュニア王者の中島勝彦に挑戦表明。一度は、ブラザーヤシに、挑戦権を横取りされたが、5月についに、中島との王座戦が決定するも敗北。同年7月に、当時三冠王者の鈴木実るに、弟子入りを志願した。 2008年3月、ジュニアタックリーグ戦で、中島勝彦とのコンビで優勝し、その勢いのままシルバーキングの持つ世界ジュニアベルトに挑戦表明した。4月29日にシルバーキングとの対戦に勝利し、世界ジュニアヘビー級王座チャンピオンとなった。試合後は、挑戦者に和林を逆指名し、神戸での選手権試合を約束。そして5月25日、 数を下し初防衛に成功した。6月28日、2度目の防衛戦では元、IWGP ジュニアヘビー級王者のエルサムライを、腕ひしぎ逆十事が目めで、ギブアップ勝ちを収め、2度目の王座防衛に成功。しかし2008年度のジュニアヘビー級リーグ戦では、王者ながら優勝どころか、決勝進出すらできず、キャリア1年半の回が優勝するという結果に終わった。 さらに8月31日の両国大会で優勝者の会によるドカタへの王座挑戦が決定。カイトはベルトを巻いてから変則マッチながらホール負けを喫したり、ジュニアリーグでは引き分け。誰もが会の王座ダッシュを予想したが、王者の意地、そしてキャリア10年という長い道のりをキャリア1年半の会に見せつけ3度目の防衛に成功した。試合後、 自分の目先を少し外に向けてみたくなりました。ベルトを通行手形には言いません。挑戦したい、この言葉が通行手形です。全日本プロレスのリングで俺は待ってます。と団体外へアピールした。そのアピールに応えるように、元全日ジュニアでプロレスリングノアの丸藤聖堂が土方へ挑戦を表明した。丸藤は、 埼玉栄高校で土方の一学年後輩にあたる。9月28日、丸藤に敗れ世界ジュニアヘビー級王座から陥落。以後は若手の手本になりつつバチバチ系のファイトを続けている。2009年の最初のシリーズ、新春シャイニングシリーズにて、スワマとのコンビで第81代アジアタック王者決定トーナメントに出場。しかし一回戦で敗れてしまい。 パートナーである、スワマの肩を振り切って退場。その後の試合で、タルに、ジュニア流出の永久戦犯と罵られ、不穏な空気が流れている。3月1日高楽園、ホール大会では、カズと組んで実る、タル組と対戦。大会前には、カズとの公開練習で技を磨き、中を取り戻したかのように見えたが、大会本番に、まさかの裏切り。 歳造のマスクを再び被り、ヒールとして活動していくこととなった。2009年のジュニアタックリーグ戦で、ミノルトヌタックで優勝。マスクを被っているが、肘方としては、リーグ戦連覇となった。2010年8月に、自身のブログにて全日本プロレスを対談したことを発表した。2011年4月、鞘山市議会議員選挙に立候補し初当選。 市議会では保守警戒派、新生未来に、所属、自由民主党公認候補ではないが、同党埼玉県連さや山支部に参加しており、衆議院選挙、参議院選挙、埼玉県議会議員選挙では、同党公認候補の選挙応援活動もしている。2015年4月、2000、基地対策特別委員会委員長等を歴任。2019年4月、自民党の推薦を得て、 立候補。初当選時、再戦時を大きく上回る票数を獲得し参戦。2021年5月18日、や山市議会副議長に就任。議会とのスケジュールを調整しながら、フリーランスとして団体問わず、スポット参戦している。現在は、レッスルマイナス1に参戦することが多い。蹴り、関節、投げ技など川田の影響を受けて使用している技が多い。 現在は原点回帰として、蹴りと関節技を主体としたスタイルで戦っている。ありがとうございます。